元気ねえな。どうした。こんな大きくなったら買い手つかない。金額大相談。いいねでいいってことですかね。そんなのあり？50万のワンちゃんいたのに。卒業しましたって書いてある。卒業？卒業ってどこにですかね。買い手見つかったってことじゃないの？いや、そっちじゃないでしょ。頑張れよ。頑張れよって。何？意味深だね。なんか私と同じだって気がしたんだと思う。あんな奴らの言うことなんて気にしなくていいからね。君ね、前向きじゃないとつまんなくなるよ。その時キューピッド役のテントウムシだった。その後店員さんが来ていろいろ話してくれた。一度買った飼い主からはルーっていう名前をつけてはもらったんだけど、血統書に書いてあった犬種と違うって理由で返却されたんだとか、それからとっても気になる言葉を言ったんだ。店長から今週売れなかったらお払い箱にするって言われてるしさ、そりゃないよな。今日はねえ、お払い箱ってどういうこと？まあいろいろね。ブーは何より電車が好きだった。何あれ気持ち悪い。うわ、きったな。どうしたの？汚いよ。ルーと過ごす時間は私に新しい世界を与えてくれた。私たちは秘密の場所を見つけた。息子の光一郎は今遠くへ行ってるけど、きっと帰ってくるんだよ。お孫さん。どんなに長生きしても10年とか15年とかそれくらいしか生きられないんだ。ルーは死んでなんかいない。絶対会えるんだ。あなたは奇跡を信じますか？信じたいね。それって私と同じ。約束した。生きて会おうって。生きて会う約束ってどういうこと？伏せさん、待って！駅までの道を教えて。